ブルーサンダー、ブルーサンダーは1983年に制作されたアメリカ映画である。監督はサタゲーナイトフィーバーなどで知られるジョン・バダム。タイトルのブルーサンダーは登場するヘリコプターの名前である。公開時のキャッチコピーは h e s アウトゼア、日本公開時の翻訳は奴はそこにいる。来るロサンゼルスオリンピックに向けてのテロ対策と 警備強化を名目に、カリフォルニア州政府は、陸軍と合同で秘密裏に攻撃ヘリコプター、ザ・スペシャルことを開発し、ロサンゼルス市警察に配備した。ベトナム機関兵で現在は、市警察航空隊に所属するフランク・マーフィーは、州当局の意向で、ブルー・サンダーのテストパイロットに選ばれる。コンビを組む、航空観測員、リチャード・ライマングッドを伴った。 ブルーサンダーのテスト飛行中に連邦地方庁舎の一室で行われていた州政府関係者の密議を盗聴、録画してしまう。それは、ブルーサンダーの能力をアピールするためにヒスパニック地区での暴動を先導し、また反対派を暗殺する、ソワ、ソウ、イコール戦術ヘリ攻撃対応計画、ソーラン鎮圧への軍用へ、活用に関するものだった。しかも、ベトナム時代の上官で、 ブルーサンダーの開発にも携わる陸軍大佐コクランが陰謀に一枚噛んでおり直前に起きていた市議会委員長殺害事件に絡む謎のことそうはこの陰謀のことだったコクランらは証拠隠滅のためにライマングッドを殺害マーフィーにその容疑がかけられるマーフィーはブルーサンダーを強奪して逃走すると別居中の妻ケイトにライマングッドが 死の直前にした三月の録画ビデオをテレビ局の報道キャスターヒュイットに渡すよう託し、自らはロサンゼルス上空で権力と、そして国蘭の乗る OH-6D との孤独な戦いを繰り広げる。国蘭大佐は吹き替え版では国レーンと発音する場合もある。全長12.0メートル、全高3.16メートル、 3ローターブレードの全幅は10.5メートル。最大速度は時速320キロメートル。巡航速度は時速220キロメートル。航続距離は800キロメートルで、対空時間は3時間。最大高度は18,500フィート。機体全部の左右に備えられた3,000万カンデラのサーチライト、拡声器のほか、機体左側面に赤外線暗視装置。 機体右側面には、室内の人物をカーテン越しに撮影可能なサーモグラフカメラ、コックピット上部に高感度、パイレートマイクロフォンを装備。カメラとマイクで捉えた内容は、機体後部に搭載されたユーマチックビデオデッキで記録できる。ビデオカセットは特殊なジャケットに収納されており、司令部からコマンドを送信することで内容の遠隔消去が可能である。飛行中でも、 ウィスパーモードにすることで、ローター音を消すことができる。武装は、機種下部の 20mm6 重心ガトリング砲一門、ストーリー中では、エレクトリックキャノンと表現されている。毎分4000発を発射可能で、有効射程は 1km にも及ぶ。照準は、R-64 アパッチに搭載されているような、パイロットの視線に連動して砲塔が追尾する。 ディレクターサイト方式となっている。機体は厚さ2.5センチのセラミック製装甲で防弾仕様。チャフやフレアなどは搭載されていない。操縦席全部のパイロット席前面には、赤外線式照準装置と映像表示パネル、フライトケーキが配されたコンソールがあり、席の左側には航空無線連結コンソールが置かれている。操縦席の後方にある、 航空観測員席には人工衛星による位置確認装置21世紀でいう GPS のナビゲーションモニター1台のサーモグラフモニターの上に4分の1インチモニター4台が設置された無ソールパネル政府機関のデータバンクとリンクしているコンピュータ端末を搭載航空観測員席はこれらの機器のため斜め前向きに設置されており操縦席は広く見えるが 実際は二人乗りである。これらの機能は高等無形なものではなく、1990年代に実現されているであろうレベルを意識しており、そのほとんどは現在までに軍用ヘリなどで実用化されている。最後まで実現されていなかったローター音の消音は、ユーロコプターからブルーエッジという騒音低減技術が発表されたため、現在ではほぼ同性能の機体が製造可能となっている。 主役とも言えるブルーサンダーヘリコプターはミッキー・ミッチェルによるデザインで当初は既存の民間向けヘリコプターを紹介増して使用する予定であったがバダム監督とミッチェルは誰も見たこともないようなデザインである方がいいとしてオリジナルの機体をデザインしたデザインにあたっては当時最新鋭とされた各種の軍用攻撃ヘリコプーが参考にされているミニチュア1 ロックスケールのラジコンのほか、実際に飛行するプロップが製作され、母体となった機体は、アエロスパシャル製 SA341 である。風防部分は、ベース機を直接採寸の上で、美術スタッフの手で設計された。母体である SA341 は類的型のキャビンと風防を持っているが、監督であるバダムが戦闘ヘリらしい印象を求めたのに加え、 美術スタッフが撮影時の光の反射を考慮したことで直線的なデザインが採用されダイヤモンドカットのような多面形の風防となっている実機改造のプロップは1機19万ドルで購入したものを改造し大型化された風防その他のパーツを装着機種にはガトリング砲のダミーが取り付けられているこのために全体的な機動性が損なわれており実際は 作中で演出されているような機敏な動きをさせることが難しかったという。また、大型化した風防のために、機体全部が重く、バランスが偏っていて操縦が難しかったとのことで、ある。飛行可能なプロップは、予備機を含め2機が製作され、1番機の製造番号1075号機、SN1075、FAA 登録番号 N52 バイト T は、 テレビシリーズの撮影後、1986年にニューメキシコ州の中国航空機保管業を経営するコレクターに売却され、細部の改造と塗装、マーキングを変更して冒険野郎幕外バーに登場し、ABC のミニドラマ、アメリカでも細部の改造と塗装、マーキングの変更が施され使用され、その後1988年に、 SA341 の部品取り用として、中古市場に売却された。予備機の2番機、製造番号1066号機、SN1066、FAA 登録番号 N51 バイト T は、TV シリーズの撮影に用いられた後、1番機に、先んじて1984年に、ニューメキシコ州のコレクターに買い取られ、全米各地のエアショー他で、 展示飛行のアトラクションに用いられた後、1994年に解体されて部品取りようとして、中古市場に客された。これら実機改造の飛行可能機2機のほか、クローズアップ撮影用に、コックピット内を作り込んだ機体前半部だけを製作したものと、外形のみのモックアップが製作された。モックアップ機は、ラストシーンの撮影で使用された後に処分されたが、 クローズアップ撮影用のプロップは、Firefox の撮影に使用された後、機種がトリング法が取り除かれた状態で、フロリダ州の MGM スタジオ、後のディズニーハリウッドスタジオに貸し出され、バックロットツアーの展示品とされた。このプロップは、露店展示されたために、経年損傷が進み、2009年には、ディズニーハリウッドスタジオ側からの返却の申し出を、 ブルーサンダーの権利を保有していたソニーピクチャーズが、大したため、バックロットツアー用の展示から引き上げられて処分され、現存していない。これら実機改造のプロップとモックアップのほか、1、6スケールのラジコンモデルが製作され、実機では難しいシーンの撮影に用いられた。実機プロップとラジコンモデルでは、メインローターのブレード数が異なり、 プロップ、ベースとなっている s a 三百四十一では三枚だが、ラジコンモデルでは二枚で、実機にはないスタビライザーがあることで、区別できる。九百八十四年にテレビシリーズ化された。日本では、テレビ東京で放送。まず、テストケースとして、九百八十四年三月十九日から、同年三月二十三日まで、平日二十時枠の帯情報番組、5夜。 連続シリーズスーパー TV で放送。その4ヶ月後の7月17日から9月25日まで、同局の火曜21時21時54分にシリーズとして放送した。映画版とストーリーのつながりはない。テレビ版では出演者名が若干変更され、ブルーサンダーも連邦法執行機関 APEX と称しているのロス式ない出張所に所属。 様々な事件を解決すべく出動する設定になっている。ブルーサンダーに燃料や武器弾薬の補給等を行える車両、ローリングサンダーを運用する地上のサポート班がおり、ブルーサンダーと緊密に連絡を取って犯人を逮捕する。敵は麻薬密売組織などの犯罪組織か単独の警報班がほとんどである。警察なので、 犯人に武器を捨てるように警告をする。犯人がそれに応じない時は犯人を傷つけないよう威嚇射撃をする。大抵の犯人はこれで投降するが、たまにそれにも応じない者も,もいるが精密な射撃で武器を破壊され逮捕される。支援車両ローリングサンダーの荷台に搭載されているピックアップトラックに天井部分に M60 機関銃が搭載されていて、 およそ警察組織とは思えない強力な武装を施している。映画同様アクションドラマということだがリアリティを追求し、派手なアクションシーンは少ない。毎回見どころは、ブルーサンダーが飛び回るシーンであるが、映画から転用されたものが多い。なおテレビ版においては、最新 A 戦闘ヘリタイレシプロ戦闘機という、現実ではあまり見かけない緊迫シーンも撮影されているために、 日本のバラエティ番組の再現 VTR シーンで一部のみ、抜き出して使用されることも見受けられた。米国内でのテレビ放映時の視聴率低迷のため、第1シーズン全11話で打ち切りになっている。日本でも放送後にビデオソフト化、RCA コロンビア発売されたが、2015年時点でも DVD 化はされていない。ただし DVD、ブルーサンダーアルティメットコレクションの 特典ディスクに第1話と第2話がテレビ放送版の日本語吹き替え音声も含めて収録されていい。2001年にニュープリントデジタルニューテレシネによるニューマスター版の日本語吹き替え版が最初の再放送が t v 系テレビ、テレビ神奈川で行われ、その再放送以降から CES 放送、Q、スーパーチンネルなどでも同じマスターを転用した。 ニューマスター版での再放送が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。